モテるハゲ岡田です。参加者からの相談メール。岡田さん、はじめまして。私は34歳、独身の会社員です。以前から TAV を勉強させていただいています。今回は相談でメールさせていただきました。私は30代から髪の毛が薄くなりハゲてしまいました。20代の頃はストリートでナンパをしていたのですが、見た目に自信がなくなり、ここ1年は全くストリートに出ていません。しかし、またストリートでナンパをしたいという気持ちはあります。見た目のコンプレックスを抱えている状態でも、ナンパは成功できるものでしょうか？また、見た目のハンデを超えて成功するための秘訣を教えてください。岡田の答え。世の中のハゲには2種類しかいない。それは、モテるハゲとモテないハゲだ。その他の悩みも同様。モテるデブとモテないデブ。モテるチビとモテないチビしかいない。時々モテるハゲというのは存在しない。モテないハゲはいつもモテないし、モテるハゲは安定してモテる。ハゲだから最初の印象は良くないが、時間が経つにつれ挽回し、ハゲてるけど好きまで持っていける。その違いは何か。モテないハゲ。1、隠す。隠れてない。2、隠したいというメンタルがうざい。3、ハゲの上に服もダサい。4、はっきり言ってハゲているのに半端な髪残し。5、ハゲネタの一つもできない。6、ハゲをいじりにくい。真に受けそう。7、ハゲネタがしつこい。過剰。8、ハゲのくせにトークもいけてない。モテるハゲ。1、隠さない。隠す気さらさらない。2、隠さないメンタルだからこそ愛される。3、ハゲだけどセンスがいい。4、潔い髪型。5、どの角度からでもハゲネタを発射できる。6、ハゲネタでいじっても許してくれそうな雰囲気。7、かといってハゲネタがしつこくない。もっと欲しいと感じちゃうくらい。8、ハゲな上にトークも面白い。ということ。モテないのをハゲのせいにしている限り、仮に今、ふさふさだったとしても、大してモテてないから安心しろ。上の8つを一つ一つ潰していけば、必ず、ふさの頃よりモテる。そういう経験をしてこそ、男として本当の自信が身につくものだ。結論、ハゲは男の試練でもあり、アクセサリーでもある。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。